江戸時代末期以降に生まれたいわゆる新興宗教の数およそ23万、信者の数なんと2億1723万人、一人が複数の教団に所属しているため、数字の上では日本の人口をはるかに超え、今なお増え続けている。人々はなぜ信仰を求めるのだろうか。青森県八戸市にある宗教法人臨山会。ここでは心や体に悩みを持つ信者たちが全国各地から訪れ、共に暮らし修行に励みながら病気の回復を目指している。病院でも治らない病は、そのほとんどが成仏できずにいる悪い霊が原因という教祖の西村さんは、信者たちと共に暮らし指導に当たっている。南無法蓮華経、南無法蓮華経。ここでは病の原因となっている霊を実際に本人から呼び出し、霊と話し合い成仏させることで病気を治すという。私が網膜色素変性症っていう、現代の医学では治らない癌病で、先々失明すると医師から宣告されておりまして、そのことで参りました。で、効果は見えなかったものが見えるようになってきて、やっぱり日中も肉眼でね、堂々と歩けるようになったし、読めなかった文字も読めるようになりました。この信者は子宮筋腫が2週間で3分の1の大きさになったという。自分で感じます？小さくなったっていう感じます。ただ痛かったです。前は痛いから物にぶつかったり、うつ伏せになったりできなかったけど。しかし一体どのようにして相談者から霊を呼び出すのか。絶対に霊なんか出ないと自信を持つスタッフの一人が体験してみた。山本の先祖の人だったら丸。西村さんが声をかけて数秒後、簡単にペンが動き出した。霊が何らかのメッセージを伝えようとしているのだという。あなた亡くなってからね、どの程度経つの？何年ぐらい前に亡くなった方？字が書けたら字を書いて。彼はひたすら意味不明な図形を書き続けている。本当に霊がカメラマンの意思とは関係なくペンを動かし書かせているのか。なんで？わかんない。だって自分でやってんでしょ。自然と動くんですよ。科学だけでは解明できない現代の不信、新興宗教の世界。一体そこにはどんな魅力と神秘の力が隠されているのか。そして病に悩む人たちを神様は果たして救うことができるのか。今夜の追跡は、不安と混乱が渦巻く現代社会に深く目を下ろした新興宗教の今を探る。新属室の今日の追跡なんですが、ところで私の隣にいるのは青島人魚ご本人なんですが、国会のお仕事中でございます。でもね、今日の話ってちょっとすごいと思いませんか？何か言ってください。何かびっくりしたな。これね、一応しゃべることになっておりますからね。しかし追跡でこれまで何度か取り上げました現代の新興宗教なんですが、今日はその素顔に迫ってみたいと思います。でも不思議な光景を見ると、どうしてもあれは嘘じゃないのかとか、なんかトリックを使ってるんじゃないのかという声もありますが、今日はなんと追跡スタッフ自身がですね、教祖様と対決、こういうことになりました。でもこれはすごいよね、お父さんね。そりゃすごいな。これ一応相手取っちゃってる人が、私ちょっと気が楽になりますけどね。議員が一番多いのは愛知県、神社が一番多いのは新潟県。さぞかし信心深いんでしょうね。さて今日の数字です。約550、八戸臨山会の1年間の数字です。さてこの数字、あなたも当ててみてください。さあその奇跡は本当なのか。神様パワーを追跡。驚いたね。この番組は近鉄インターナショナル、
米国ヤマト運輸の提供でお送りいたします。近鉄のびっくりバスツアー、親しい人とあなたを乗せて広大なアメリカ大陸をびっくりバスがご案内。車内では日本語による添乗員のご案内など真心込めたサービスが盛りだくさんのバスツアーです。ただいま父の日スペシャル実施中です。ナッパカリストラ温泉ツアーもお楽しみください。引っ越しするなら黒猫ヤマト任せて安心。黒猫ヤマト電話一本。黒山の人だかり。引っ越しするなら黒猫ヤマト。象印がまた生活に便利なものを発売しました。火力にも負けない大きな熱源を使おう。そしてその熱源を調節できるよう5段階のメモリをつけよう。さらに使用後も簡単にクリーンアップできるよう取り外し可能なクッキングパンを付け合う。最後にちょっとおしゃれにしてできたのがこのグルメデイエクスパートです。美味しいものを手早くご家族で楽しんでください。皆さんの喜ぶ顔が楽しみです。象印。日本語で安心して治療を受けられる北デンティスト。最新の技術と医療機器を完備。夜間土曜の診察も OK です。北デンティストはバーリンゲームペニンスラホスピタル裏。電話 697-3538 へどうぞ。三ノ瀬八尾藩蓮向かいの伴秀幸カイロプラクティ。首の痛み、腰痛、スポーツ障害、交通事故による鞭打ち症などさまざまな痛みでお悩みの方はご覧の電話へお気軽にご相談ください。 A brain inside a head in Ohio is studied by a surgeon in Tokyo.A mother's face in France appears on a telephone in New York. A virtual journey to any moment in time. The possibilities are endless. おはようございます。新しい朝がやってまいりました。挨拶をしましょう。はい、お世話になります。宗教法人思考学園。ここでは中学生から老人まで気候や心の病に悩む信者たちが共同生活を送っている。人は全て神の子である。病気を治すこと、教育を施すこと、その根底には宗教の存在が不可欠である。ここはその教えを徹底した集団教育により実践する自己鍛錬の場である。父さんお母さんおはようございます。思考学園での生活は短い人で3ヶ月、長い人は数年に及ぶ。お祈りやカウンセリングなどを通じて感謝や懺悔の気持ちが生まれ、病んだ体や精神が癒されていく。信仰とか男関係とか積み重ねて、お父さんとかお母さんが私がしっかりしてほしいからここに連れてきてくれました。ここに来た時まず最初何感じた？なんか変なとこだなとかそういう風にしか思わなかったんですけど、日が経つにつれてご先祖様のこととか因縁のこととか聞いて、その中で生まれ変わろうとかそういう気持ちが今出てきました。あなたにとって宗教って何だろう？自分が生まれ変わる場所だと。この教団の売りとなっているのは思考術の祈り。ご神釈から出る神様の光で病を治すという。私の子供がね、耳が悪くて老学校行ってたんです。でそのことからこちらに伝道されて、1週間とにかく行っておいでっていうふうに言われてね、こちらにお邪魔したんです。本当にびっくりしましたね。1週間して帰ったら子供の耳が治ってましてね。人間は肉体であると同時に肉的な存在だけではないと、まあ肉的な存在以上に霊的な存在だと。例えば病気一つにいたしましてもですね、肉体が病んでるということの奥には霊が病んでる、まあ、心が病んでる、精神が病んでる。まずそれから治していかなければ本当に病気は治らないんだと。決して私は医者を否定しませんが、
宗教のがより本質的に直していると思いますね。実際心が変わる、意識が変わる、考え方が変わりますと治っています。この特別祖霊祭は自分に因縁のある霊との再会の場である。関わりのある霊が別の信者に乗り移り自分のところへやってくる。ある人には先立たれた妻や子が、またある人には怒りをあらわにした先祖が、この場で自分の罪を懺悔し祈ることで霊も自分も救われる。お酒飲んで人を引っ殺しとってですね、捕まっても自分がぼんやりしてますから、交通事故を起こしたことは分かってます。人を殺したこと知らなかった。今その霊が来てですね、お前は懺悔してないじゃないかと言って今暴れてお前を殺すやりて迫ってるわけです。降りてきた霊たちも神の光を受け次第に静まっていく。近くにも霊が出てしまったカメラマンに代わり、道の区八戸の臨山会に送り込んだのは、期待してる？はい、治るといいと思います。どのぐらいから？生まれた時から。生まれた時から？生まれた時からという筋金入りのアトピー性皮膚炎に悩む若干21歳のスタッフ。果たしてこのアトピー性皮膚炎を治し、大好きなチェッカーズの解散コンサートへ行くことができるか。道の区の霊能者西村教祖にとってもこれは手強い。手が勝手に動く、から勝手に泣く、喋り出す、暴れ出す時がある。そのうちのどれなのかはちょっとわからない。だから私があなたに話しかけても話自分の意思で返事をしたり書いたりしないで、はい、ね。かすみさんと一緒にいる人誰、名前があるのかな、名前書いて、名字を書いて。長いこと苦しかったでしょ、供養してあげるね。はいはい。杉さんなの？またしても杉さん、西村さんが声をかけて数秒後すぐにペンが動いた。彼女は杉名という名前をはっきり書き出した。杉名さんなの？いくつなの？うん、次は14歳。どうしたの？おい、おい、ほら素直になんなさい。何なんだそれは、何なんだそれは。そういうね、あなたは性格が悪かったからそうやって苦しんでるのよ。どうしてそんなに若くて死んだの？自殺？自殺した？どうして自殺なんかしたの？杉田くん教えて。彼女から出た霊を供養することによりアトピー性皮膚炎が治っていくという、果たして本当に霊なのか。戻ります。かすみちゃん、かすみちゃん、誰ですか杉田って。知らないし。自分じゃない。自分じゃない、うん、あるんだけど意識は、勝手に動くもんね。同じスタッフとして彼女の言葉を信じるしかないのだが、人間の体って墓石みたいなものですよ。過去世がみんな入ってるわけだからね。一番そのトラブってるところを解消していったら解決していくわけです。治っていくってことですか？当然ですね。いや、私の言った通りすればですよ、そして彼女は八戸に残った。アトピー性皮膚炎が治るかもしれない、期待に胸を膨らませ、スタッフの修行が今始まった。なんか AD の彼女にも霊が出てきたわけなんですけど、やっぱりこれを見ていたんですね、取材陣はパニックになったそうでございます。さて、取材スタッフによりますと、教祖様との対話にスーッと入っていけて、紙に字を書いたりとか知らないうちに告白をしたりできる人は心がスッと軽くなるんだそうです。
で俺はそんなのにかからないとかね、突っ張ってる人は疲れるし心が癒されないんだそうです。だからこういうのを総合してみるとやっぱりかなりこう心理学療法的なことがあるんじゃないかなと思うんですけど、そうでしょ？そうなんです。どうもありがとうございます。さて後半でございます。もっとすごい光景が出てきます。 AD の彼女のアトピーは治るんでしょうか。読みたい雑誌は売り切れのない定期購読がお得です。全米どこへでも郵送します。詳しくは紀ノ国屋書店までお電話ください。日本のすべてが英語でわかる英文日本大辞典販売中です。こっちゃが男爵、こっちゃがメイクイン、こっちゃがほかほかのポテコロ。おはい、カゴメ。まあなあ、このソース、ホータが落ちてまう。カゴメソースがソースです。取れたてのピチピチだ。どらピフリア、イカフリア、ええー、なあ。はい、カゴメ。ふりゃふりゃにカゴメソース。カゴメソースがソースです。届けて、届けて、届けて、届けて。宅急便は全国どんなところへも愛と荷物のある限り。黒猫ヤマトの宅急便。いや。かけがえのない人がたくさんいるあなたへ。AT&T トゥルーワールドセービングスは日本中誰にでも AT&T の一番お得な料金で毎日電話がかけられます。さらにアメリカ国内の通話も割引。電話をかけているだけで素敵な特典がもらえる AT&T トゥルーリワーズも無料でお楽しみいただけます。お問い合わせは24時間日本語でどうぞ。たまには日本へ帰ろうかなと思ったら、海外国内の格安航空券のスペシャリスト、セーブ&セーブトラベルにお電話ください。ちょっとお茶でもいかがですか？この象印のマイコンエアポットなら3つの温度が選べるんですよ。ボトルドウォーターなら沸騰させずに一定の温度を保つノンボイルモードで、水道の水なら沸騰時間を長くしてカルキの嫌な匂いをなくすカルキ飛ばしモードで、どんな水でも美味しいお湯に変えるんですよね。便利なタイマーもついてるし、おっと今すぐお茶にしますからね。象印の多機能マイコンエアポット 2.2 リットルと3リットルサイズがあります。あなたの保険はベストなプランですか？健康保険、生命保険、年金プランのことは安心してお任せいただける手代木保険事務所へどうぞ。この日、天祖神社にはサラスワティの不思議なパワーを求めて全国から多くの人々が集まった。超能力者サラスワティ、彼女は体の悪いところをその場で言い当て治してしまうという。この派手な衣装の中に強力なパワーが秘められているのだろうか。お金がなくても物がなくても神はそなたたちを見ているんですよ。力強く生きなさい。悪い心を持たず頑張って神と共に生きていきましょうね。それではお祓いに入ります。メガネ時計類をお外しになられてくださいませ。壊れることがございます。15年前に突然パワーを授けられて以来年々強まり、今ではなんと25次元のパワーを放射。25次元というのがよくわからないが、説明によるとあのキリストでも12次元というからさぞかし強いパワーに違いない。足が痛くて正座ができない、それが今なんともない この状態だから、私はもう嬉しくて子供に言うと、お母さんは神がかりでんな、あの宗教にこってこまれたらどうだなって言われるんですけど、私は自分の痛みがこんなに治れば、仮にそれが神がかりでも私はいいと思う。疑うわけではないが、スタッフのお母さんにパワーを受けてもらった。糖尿病を患い足も痛み、歩けても走ることはままならぬ身、果たしてパワーは通じるか。まずは身体透視の術。左肺が全体が良くありません。膵臓が悪いです。左の腎臓が機能低下です。 100% 中 30% ぐらいまでしか働いておりません。あと右足のですね、膝から下がよくありません。心当たりってやはりあります？あります足の先がね、やっぱりしびれてますので。あなた様の病の原因は2つございます。火柱というのが立っています。だいたい2000本の火柱が立ちますと、家族親戚中が末代まで全てのことが大災厄に巡ります。
奥様の実家側の方にございます。7万本の火柱が先祖から男女ごとで立っているんです。仕事もダメ、健康もダメ、もうお金もダメ、全てのことがダメになるんです。あなたが先祖に7万本の火柱とは、あまりの無謀さにスタッフ一同慰める術もなく、25次元超能力パワーへ。きっとこのパワーが全ての災いを鎮めてくれるに違いない。このパワーを受けて2ヶ月以内に体の悪いところが全てなくなるという。暑いでしょ。もうすごくやっぱりこの辺の痛いのがね、終わりがけぐらいにもうキリキリとこう霧で穴開けられるみたいな。だから感じました。はい、感じました。感じました。身体投資から超能力パワーまでワンセットでお値段なんと20万円なり。今回取材中最高値を記録。さぞかし効き目があるに違いない。東京目白台にある天心堂教団、この教団の目玉となっているのが、おへその下をポンポンと叩く丹田高打法である。これは人間の隠れた体力気力をおへその下から引き出し病気を治すという独特な技である。教祖田村慈照の祝詞が始まると、突然信者の間で霊道現象が起こった。これはお授けといって、自分の意思にかかわらず手が体の悪い部分に触れ、手のひらから出る霊の光により病を治す技である。本来この力は誰にでも備わっているという。まことろろあわれよ。自然にそのね、動かないでいようと思っても自然に動かされていっちゃうんです。これ本当に不思議です。悪いとここお授けすると本当にその心理、それが受ける人も授ける人もこう合致しないとね、なかなかあんなことで私は治らないよなんて言ってたらね、絶対ダメ。一番大切なのは治りたいと思う強い気持ち。その気持ちが時として想像をはるかに超える結果をもたらすことがある。天祖神社でスタッフの母親が超能力パワーを受けて2ヶ月自宅を訪れてみた。雨が降ったりすると、いやそこら中まだやっぱりピリピリはするんですけどね、で今日もちょっと何してうわ走れるわ言って笑ってたんです、あれ以来耳鳴りなんかはなくなりました。ああそうですか。はい、ちょっとは効果あったんですかね。ありますね、それある程度。実はこちらのお母さん、ちょっとは効果があったと思ったその翌日、病院で診察の結果糖尿病が悪化していることが判明。以来残念ながら治療の日々を送っているとのこと。霊を成仏させアトピー性皮膚炎を治す。スタッフが臨山会で修行を開始して2週間、彼女の日々は度胸と霊との戦いに明け暮れていた。霊も人間も一緒ですから、感情もあります。嬉しいものは嬉しいし、悲しいものは悲しいし、憎いものは憎いと。例えばここへ来る人たちはもうほとんど医者では不可能というような病名を持ってきてます。そういう人たちのやっぱり霊体は暴れたり苦しかったりしてますから、話し合いをしてそうじゃいけないんだという一つの蘇生ですね。霊は自分に判断力が出てきて、自分がどうしてそういう不幸になったのかも話します。そういうものが出てきた場合、その人は治ります。八戸ではとても信じがたい変化が起こっていた。今度は彼女から江戸時代の武家の娘が霊となって現れていた。その霊は父親に恋人との仲を責められて自殺したという、またしても自殺霊である。しかも今度は彼女自身が喋り始めていた。だいぶまだ苦しいですか。ここで喉を浄化していただいております。それで喋れるようになったのね。どうして声が出なくなったのですか。父に潰されました。お父様に。はい。どうして原因は。雪の城でございます。雪の城さんが、彼女が喋ったのが本当に霊の仕業なのか、それとも潜在意識が口をついて出てしまったのか、我々にはわからない。しかもあのアトピー性皮膚炎にも変化が起こり始めたという。ヤギ戻ります。戻った。はい。わざと喋ってるんじゃない。ない。
わざと喋っててございまするとか言いませんよ。それはね、口をついて出ちゃうっていうこと？そうですね。喉、この辺から出ちゃう。自分自身どう？治ってきたなと思います。今朝よりはずっと言うね、細胞が動き出してきたとか。確かにこの2週間で少なからず良くなったように見える。なぜなのかはわからない。しかしこの事実が宗教の持つ不思議な力の結果なのかもしれない。宗教なんて幸せになるための宗教なんですね。今今日が変わらなかったら宗教じゃないわけですよ、ね、だから死に人のための宗教ではなくて、生きている人間がいかに幸せであるべきなの か生きている人間が幸せだってことは、その霊の人たちも全部幸せだってことなんですよ。どうもどうも。平和と繁栄の陰で自分を見失ってしまった現代人、人は今自分自身を求めている。しかし心の弱さからの逃避だけを宗教に求めても救われることはない。信仰宗教、それは自分自身を見つめ直し、自分の力で生まれ変わるための修行の場なのかもしれない。というわけで今回の取材ですね、追跡の本当にスタッフが神様を体験したわけなんですが、その報告からちょっとご紹介したいと思います。まあ、VTR の中でご本人は良くなったとおっしゃっていたのに、まあ、2ヶ月後糖尿病が悪化していたお母さんのケースなんですが、やはり神様は心を治すことによって体の悪いところを改善しようとしている。体の病が進みがちで心と体の噛み合わせがうまくいかなかったケースかもしれないという分析をしています。さて今回取材に同行してくれました、岸本プロデューサーに来ていただいてます。お話をお伺いします。実際現場に行って不思議だったんじゃないですか？本当に不思議だった。で、はい、同じスタッフがあんな風になっちゃってなぜだろうという疑問は未だに残ってるんですけれども、一番やっぱり感じたのは、本当に病気で悩んでる人がいて、で実際に体験してみて治っちゃったら絶対にこれはもう信じちゃうなと。じゃあ信じるものは救われるってことですよ ね。岸本さんどうもありがとうございました。さてお父さん、今回本当にこれで信じられます？なんとも不思議だねということで、お父さんは半信半疑ということでよろしいんでしょうかね？いやでも本当に不思議ですよね。今日は大変だ、これも言わなきゃいけないんだな。今日だいたい年間に550人ぐらいあそこの道場に来る。それはすごいな正解は西村教祖の臨壇会に1年間に訪れる相談者の数約550人、電話や手紙での相談も含みますが、多くは沖縄からやってくる方もいらしたそうです。でも私変な話なんですけど、お墓参りに行ってお線香をつけて、お線香が消えるまでおじいちゃんと会話するときにすっごく心が和んで、あ本当になんか心が軽くなったって感じはするんですけど、多分あれに似たもので、素直な気持ちでやっぱり信じてるとか、もう病気も治ったりするのかなと今日は思いました。いや本当に世の中